どうもタムヤンです。世界最強リーグペスリーグのカップ戦ペスカップウイレ2011でやっていきたいと思います。我がバルセロナ1回戦をユベントスと戦い勝利しました。今回の相手はアーセナル、バレンシアを破ってここまで来たようです。さあ、アーセナルとはリーグ戦で1対1の引き分けでしたね。さあ、今度は勝てるんでしょうか。行くぞ。さあ、アウェーに乗り込んでアーセナルと対戦だ。ルススタジアム、美しき街の美しきスタジアム。プジョールキャプテンはおよそ6万5000人。ウェファエリートスタジアムの一つでもあります。中澤、小笠原、前の試合リーグ戦でゴールを決めました。小笠原とタブヤン。メッシが絶不調でございます。メッシ以外のメンバーで頑張ろう。しかしメッシ先発出場はもちろんです。アーセナル4-3-3ですかね。セスク、ウォルコットが右サイドに怖いね。本当にスタートになります。さあ行こう、いつもの 4-3-3。 好ゲームを期待しましょう。最後昼間の試合かな。また影が見づらいやつだ。行こう。キックオフです。アーゼガム対バルセロナ、トーナメントですからね。おかしくない試合だと思いますね。負けるわけにいかない。ピックアップ。うわー、中澤、ビジャー、あっと取られた。ちょっと潰され気味。いや、ラツィオと全然違うね。前の試合とラツィオのプレッシングと全然違う。うー、アルシャミン来た。中澤が呼んでいる。チャンスですよ、これ。プレッシングと全然違う。危ない、クリア。オガサラ、うん、ってましたよね。マックスウェル、ダニアウベスがちょっと調子悪いんだよね。メッシキープして、ナイスキープ。抜けるか。おい、イエローでしょ今。明らかにこれスパイク、後ろからでしょうよ。フリーキックのチャンスです。こういうところをチャンスにするというのが試合のリズムを変えることになりますからね。合わないか。くそ、おお、外れた。マクセル抜いて、抜いてからセンタリング、イブラヒモビッチフリー。なんだ、当たらなかったのが今。セスク、なんだって。エブエ、うわー、裏来た。シャマク、足速いな。ウジョルです。ワントップ、足速いタイプだね。このボール、メッシがシャビに、やった、シャビ一回止まったか。メッシ絶不調だが、これでもメッシですからね。イニエスタ、ビジャに渡る。ビジャ、うん、かわせない。マックスウェルが、ここは勝負してもらいたいですね。勝負、センターに上げた。うん、弱い。しっかりと抑えました。やっぱ奥深くまで抜いてからのセンタリングしたいよね。タブヤンも行く、ドリブルで上がっていく。このマッチアップどうなる。おー、取り出てきましたね。行く行く、早いクロス、折り返せるか。これはクリア。なあ、競り合い、小笠原負ける。シャマク強いな、強くて速いね。ペースがあると行かれてしまいますよ、これ。ボックスの中に入ってくる。ウォルコットね、ウォルコットのスピードも要注意。少し押し上げるだけの時間、うわー、いらんことした。全体が上がってこないですからね。危ない危ない危ない。シャマク、うわー、突破された。いや、決定的でしたよね。バルセロナ相手に先制点をもぎ取ります。いいところにいます。誰だ、めちゃくちゃ体強いよね。だったと思いますね。ここでクリアをミスってしまった。シャビが浮き玉スルーパスでクリアしたんだよね。ちょっとやりすぎた。気持ちの運動ゴール
じゃないですか、やはりミスを逃さない世界最強リーグペスリーグのカップ戦カペスカップ、あメッシが怪我、怪我ですかね、嘘でしょ、メッシリーグ戦にも響くよこれ、ペドロに交代、メッシこれでもうメッシ抜きで戦うしかない、この大事な試合です、先制しました、1点を返すもしくは1点で抑え、うわー裏来たシャマク、苦しい方向に持ってくるだけですからね、カウチやらなきゃいけないことは1点あれは内に取るということですね、あそこじゃない、重要ですからね、また来たアルシャビン来た、やっていくということが必要だと思いますね、いやーセナルの攻撃陣半端ねー、それでこそペスカップだ、どうだこのボール、シュート打たさねえよ、ここ前に前に前に、オッケーインディスタ裏走ってる、ビジャいけ、さあビジャ自分でゲームもしくはパスですよね、ペナルティエリア内に入っていく、まっすぐドリブルできなかった、アルカ上空へ、もったいない、しきないですね、ここでここでもうキーパーの1対1まで行きたかったね、よかったですね、じゃあ逆サイドアタックも発動しようか、ビジャビジャプレッシングがやっぱ早いんだよね、ここでもつながる、イブラヒモビッチフリーでこのボール、イエスタンとかオフサイドないチャンスですよこれ、一旦外に、ああいないじゃん、なんでこのエリアで取られるシーンが多いですよね、ダニアウベスならあそこにいる、残ってるはずなんですけどね、マクスウェルは残ってなかったな、フジョル落ち着け落ち着け、シャビが意識してるでしょうね、ディフェンスラインに戻ってきて、ペドロシャビボールキープから始めよう、マクスウェルボールキープからマクスウェル、マクスウェルどこにいんの、うそー左駆け上がる、中澤頑張って中央に戻す、中央に戻した、ダニアウベスがいないとやはりきつい、嫌だな、マクスウェル、よしビジャいった、カウンターですね、抜けるか、オフサイドになっちゃうんだけど、入っていくコントロール、イニエスタ、うぅ決められない、いいショートでしたね、コースがあれば積極的に打っていくことが大事ですからね、ショートコーナー行くか、奪ってから鋭い攻撃ですよね、ゴールを目指すっていうね、ショートコーナー来た、そういった意思を感じられましたね、ボールを上げる、ペドロどうだ、オフサイドは、素晴らしいゴールですね、今のオフサイドはない、ペドロやってくれました、メッシの代わりに出場、ペドロウォーミングアップしてたんだね、ちゃんとねペドロショートコーナー決まりました、インポイント、よし、やっぱり点を取らないと次の追いついたぞ、いけないですからね、負けられないカップ戦、ノックアウト方式、大きい選手ではないんですけど、イニエスタカット、いい動きの量でカバーできたんですよね、さあ試合は振り出しに、追いついた側の方が若干サハラ頑張れ、いいですからね、アルシャビン決めた直後の勢いっていうものがありますからね、このレベルになってくると小さなミスでも命取りになったりしますからね、お互い中盤のオッケー抜いた、イニエスタビジャへ、ビジャ、どうする、自分で行くか、どう出ますかね、キープ、クロスか、1対1、あれ誰も後ろついてこないんだけど、ちょっともうダニアウベス出そうかマクスウェル、ダニアウベスが調子悪いからちょっと変えたんですけども、マクスウェルダメだ、連携がダニアウベス投入です、前半からもう終わりだけどね、ダニアウベスアップしてるか前半ロスタイムです、厳しいな、これおっと、あ、終わりか、オッケーオッケー、前半さあ後半逆転だ、行こう行こう、見応えのある好ゲームです、北澤さんこの前半を振り返って、危ない、そこ取られる、バルセロナとしてはね
アルシャビン、アンパネ、うわー、セスクが上がってきた。ナイスキーパー。あぶねー。はい、後半です。危ない危ない危ない。1対1で迎える後半。うふふ、キープ、しっかりキープ。バックパスからゴールキーパー経由。おい、そこじゃないぞチェック。キーパーとの連携よ、アルシャビン。あー、キーパー手強いですね。おいおい、そこ気をつけようぜ。いい判断ですね。なんだその、パンチ力のあるシュート持ってますからね。センターバックとキーパー、おい、ミスからの失点は怖い。危ない。おい、正面。ちょっとコントロールが難しいか。ゴール前固められてますからね。なかなかフリーにはならないですね。パスもね、一発入りましたけどね。キープして。抜けてくるか。イブラヒモビッチ。これは通りません。フリーにじゃ飛ぶ。どうする。さあ、ボックスの中に入っていくか。パスを選択するか。イニエスタ。どうする。波状攻撃。中央へ。ビジャトラップできるか。イニエスタ、イブラヒモビッチ、パスを選択。 OK、 抜けてきましたね。ああ、もったいない。もったいない。狙いは非常に良かったと思いますけど、ちょっとタイミングが合いませんでしたね。前から前から、大きいクリア。逆サイド、中盤、アルシャビン。うえー、スルーパス来た。アーゼル、ここで控えの選手が、いや、一人抜かれた。おい、タブヤン、逆サイドのタブヤン、ここまで、ここまでカット。ボールを下げてリズムを作るか。危ない危ない。ウジョル、裏が空いているか。来たー、追っていく。ビジャー、ダニアウベス上がってきてる。ダニアウベスやっぱり上がってきてる。ダニアウベス攻撃的だよね。そこら辺マックスウェルと違って、きたー、フリーだ、イブラヒモビッチ。おー、やっぱドリブルでエリア内まで侵入しないとダメなの。決めて2対1にしたかったですよね。ただこれをきっかけに、いやー、裏来た、作るんじゃないでしょうかね。早い、クリア、クリア、ここはクリアだ。相手ディフェンスも少し前がかりになってきますからね。今みたいな選択も大事になってきますよね。キープして、イニエスタ、ビジャ、三戦再三走るビジャ、フィジャ、ここは自分で、きたー、これがやりたかったんだ、前半決めましたね。ビジャ、自分でシュート、なんということでしょう。やってくれました、ビジャ、会心のゴール。いやー、本当に上手かったでしょう。バルセロナといえばね、もうビジャでしょ。ここ再三後のね、イニエスタとか イブラヒモビッチからこの、ね、スピードについてこれないビジャンに、まっすぐさえドリブルする逆転だ。攻めてたその後にね、さあもう一点、点を取られたわけですからね。いやー、追いつかれて集中力が、いやー、見逃しませんでしたよね。裏狙ってきてるね。あー、今もうイブラヒモビッチにスルーパス狙ったんだけど、おー、同じことされてる。ここは後ろ戻して、戻して戻して、おいおいおい、小笠原、そこプレッシャーにやられたのか。今コーナーキック、中澤クリア、うわー、直接来た。おー、助かった。当たりがそれほどでもなかったね。抑えの効いたいいシュートだったと思いますね。イニエスタ、攻撃に人数をかけて、イブラヒモビッチ、オフサイドか。ラインコントロールうまいですよね。上げるとこはしっかり上げてきます。いや、ペドロが空いてたけどな。いやいや、両方空いてたな。なぜ真ん中に行った。スリーバックだから逆に開くかもね。あ、スリーバックでも開かないけどね。クリア、クリアでいいな。いいディフェンスですね。うわー、クリアをそのまま中央折り返す。きた、プジョール。よし、センターバックが競り合ってる状態だとね、いいよね。ビジャ、よっしゃ、ビジャ、抜けて逆サイドまで。ペドロ、あー、そこまでいかなかったか。追加点狙ってきましたね。この時間帯ですから得点すれば勝負がつきますからね。あー、マークされてた。厳しいディフェンス。ナイスカット、ね、ダニー・アウベスですよ。というところでしたね。いやー、マックスウェルよりやっぱ
頼りになるな。抜ける、ここスルー、オフサイドか。最終ラインを上げることによって中盤との距離も縮まりますからね。3バックね、攻撃的な布陣とも、ね、3バックの方がなんか突破しやすいかもしれないね。4バックよりセンターバックが3人クリシエって言ってもちょっと上がってくるもんね、右と左のセンターバックが。真ん中1枚だったら展開できるか、スルーパス通しやすい。いやこれ全然安心できませんよ。1点差、ダニア・ウベス、ありがとう。イブラヒモビッチから走る、これフリーです、ペドロ来た、今度はペドロだ、いけるか、シュート、うおー、ポスト、ペドロポストか、決めてほしかった。さあ中どうだ、ナイスカット、ボールを追います、ダイレクトシュート、うおー、完全に枠を捉えているんですが、これはキーパーに阻まれます。キーパー止めるか、中国来ましたね。残り5分切ってる状況でリスクを犯して前線に人数かけてますからね。あと1点失点してしまうとさらに大きなパワーが必要になってきますからね。クリア、ダイレクトで小笠原、うん、わずかに強すぎました。あれ難しいよな、調整が効いていればゴールになったかもしれませんよね。これそのままズドンは難しいね、技術がいるね。さあ時間を使っていきたいね、ファンペルシー、時間がどんどんなくなっていく。さあ走れ、終われば準決勝進出が決まります。キープしてタブヤ、うわー、そこ狭い、前線に行くかもしれない。マイボール、マイボール、オッケーオッケー、マイボールでキープしよう。ここはやることは分かってるな。ロングスローでいいんじゃないの、ここロングスローできない。ペドロ、おい、マイボール、マイボール、ね、ナイスだ、体を張ってフリーキックのチャンス。さあ誰に合わせてくるか。あ、しまった、それ一番良くないパターンですからね。単純にサイドから入れるっていうのが良かったと思いますよ。よし、ここで笛です。逆転勝利、2対1バルセロナ準決勝進出を決めました。やったぜ。北澤さん、結局逆転という形で試合が決まりました。シャマ君にやられましたね。強くて速いセンターフォワードでしたね、はい、シャマ君。バルセロナとしてはね、どんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかという状況から、再三このサイドがね、これなぜまっすぐドリブルできないかっていう、はい、ありがとうございます。押しづらいのかな、アナログスティックが。それでは試合の情報を振り返って、左から右に攻めた時にこう後半ね、一発でいきますよ。ボールも支配、アナログスティックがハマるとね、ポジションしてる時間が長ければそれだけチャンスも増えますよね。しかも最後シュートで終わってましたからね。まずはシャビから攻撃の形が作れていたってことですよね。そしてビジャ、ここのドリブルですよ、これまっすぐまっすぐズドン。次回もお楽しみに、さよなら。お招きしてお送りいたしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。バルセロナ、これで準決勝進出となりました。